Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite de l'épisode personnel. Alors, non c'est pas ça, merde. Voilà pourquoi je devrais pas lancer en fait avant. みんな、これを見てほしい。これは巨人の処刑台さ。まず、この2枚の壁の隙間に巨人をおびき寄せる。人間を餌にしてね。だけどこの幅じゃ、巨人は隙間に入れないから、手や首を突っ込んで人間を食べようとするだろう。そこに、壁上から土を落として、奴らのうなじを破壊するんだ。そりゃ確かに実現すれば有用ですけど、こんな大掛かりな兵器どうやって。確かにこれまでこんな兵器は作れなかった。だけど今は違う。そうだろ。ああ、なるほど。確かに俺の硬質化ならこの壁を作るのも。その通り。エレン、どう？やれるよね？やってみます。よし、それじゃあ善は急げた。すぐに準備に取り掛かろう。この計画にはエレンの安全はもちろんだが、実験や建造に関わる者の安全確保も必要不可欠だ。君たちにはまずトロストク外壁付近にいる巨人の討伐を頼みたい。処刑台の建造がうまくいけば、人類は戦わずに巨人を倒す術を得ることになる。これは大きな一歩だ。みんな、頼んだよ。巨人の処刑台の建設にかかる前に、まずは邪魔な巨人を掃討しておかないとね。エレンが硬質化に集中できるように、近場にいる巨人は残らず排除してくれ。近くにいる巨人は全て排除しました。あの深淵団は警察に出ている班からの援軍要請です。悪いけど応援に行ってくれるかな。苦戦しているのかもしれない。深淵団、多分コニーたちの判断。拠点の設営中に何かあったのかもしれない。拠点を設営してるんだけど、巨人が邪魔で進まねえんだ。倒すの手伝ってくれ。手伝ってくれてありがとな。拠点の設営を任せてくれ。
やるしかねえだろ。この拠点があれば巨人が壁に押し寄せてもしばらくは足止めできるはずだぞ。そうだ、中津、ぶっ倒す。加勢してくれ。巨人を排除しないと拠点の設営に取り掛かれない。おい、すまない、助かった。すぐに拠点を設営する。もし巨人が壁に向かおうとしてもこの拠点で食い止められるはずだ。俺天才かもな。周りの巨人どもを片付けてくれ。近づいてきた巨人の中に飛行士も混ざってたみたいだ。冗談だ、ガッツ。何体か壁に向かっていっちまったぞ。壁に近づかせればエレンの邪魔になる。急いで追わないと。深淵団が、あっちはサシャの班かな。拠点の設営に手こずってるのかも。また巨人が現れても足止めしてくれるはずですよ。やるしかねえだろ。周囲の巨人を排除してくれないか。拠点の設営ができないんだ。おい、無事かよ。すまん。任せたぜ。了解。止めるぞ。どうだって感じ。片付けてくれたか。よし、すぐに拠点を設営する。これでもし巨人が来たとしても足止めできるだろう。ここで片付ける。
これで巨人は片付いたな。よし、とりあえず俺たちの任務は完了だな。みんな、壁に戻るぞ。周囲の安全は確保できたようだね。それじゃあエレン、始めてくれ。了解、やってみます。接近を阻止してくれ。了解だ。ガキども、行くぞ。やったぜ。言ったか。これが俺の実力だ。そうだ。それでいい。邪魔はさせねえ。巨人を減らすことができる。また現れたか。リヴァイ、なんとかなるよね。ち、なんとかするしかねえだろうが。やらないと。やるしかない。やってやったぜ。おお、やりますね。エレンが、そんな。
活躍できるか勝負だ。巨人を減らすことができる。どうだデカッツ。よし、邪魔はさせねえ。やるしかねえだろ。また現れたか、リヴァイ。なんとかなるよね。ちなんとかするしかねえだろうが。やらないと。よし、やってやったぜ。そうだ、それでいい。俺は自分の役目を果たそうとしてる。俺だって俺ができることをやるしかねえだろ。仕留めるぞ。
わかったぜ。俺の実力だ。やるもんだ。ストレート。ここで倒れたら硬質化どころじゃなくなっちまう。そしてその後も建造は進み、ついに兵団は処刑台の完成にこぎつけた。やったぞ、12メートル級撃破。やった。思った通りだ。これなら兵士が戦わなくても巨人を倒していける。それも大砲や資源も消費せずに日中フル稼働で巨人伐採しまくりの地獄の処刑人の誕生だ。やったな、エレン。エレン、おそらく巨人の力を酷使しすぎたんだろう。こいつが生み出す岩が無限にあるとは思わない方がいい。こいつの身も含めてな。すまない、エレン。謝らないでくださいよ、ハンジさん。俺がちょっと疲れたくらい、なんだって言うんですか。早く武器を揃えていきましょう、志願しなくに。兵員や物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロストクを出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で兵士たちは志願しなくへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを、
取り戻すために。トロストクを出た調査兵団はやがてシガンシナクに到着。エレンの硬質化能力を用いて外門の穴を塞いだ。穴は成功です。しっかり塞がってます。やった。エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時を狙われぬようしっかり顔を隠せ。調べてきました。地面には野営道具が散乱しています。少なくとも3人が壁の上にいたようです。アルレルド、君はその頭で何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今その力が必要な時だ。必要な数の兵士を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。周囲に異常は見当たりません。これよりアルミン・アルレルトの指示に従い捜索を続行せよ。了解。全員で壁を調べてください。人が入れる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？お前の勘に付き合っている時間は。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。了解。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想しないと踏んでいるなら、あるいはここだ。ここに空洞があるぞ。あ、ライナー！くそ！兵長！この巨人の力か。あと一歩、命も絶てなかった。見渡せ。他の敵を捕捉し。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たちここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク・ハンとマレーネ・ハンは馬を死せよ。リヴァイ・ハン並びにハンジ・ハンは鎧の巨人を仕留めよ。各艦は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよ。リヴァイ、お前はこっちで馬の護衛に当たれ。体格の足を失うわけにはいかない。新兵に指示を出しつつ馬を守りきってくれ。
小さいのが来ているな。新兵の多いこの班に任せるのは無理か。Le jeu il m'a trop écouté. À part ce que je dis de lui, mon chevaux, lui. Chipe, お前らは馬を西側に移動させろ。いいな。馬を狙ってくる巨人を返り討ちにしてやれ。誰か、巨人が。俺の敵じゃないか。巨人。新兵は馬を守れ。巨人どもはこっちに任せろ。はい。ありがとうございます。馬の護衛に戻ります。助ける。じゃあ馬と新兵からあまり離れない方がいいな。馬はなんとか移動できたようだな。リヴァイ兵長、新手の巨人が近づいてきています。ち、馬を連れて北東に転進しろ。急げ。片付ける。巨人の数を減らしておかねえとまずいか。3、4メートル級に苦戦し、負傷者が出ている。今の調査兵団には以前のような力はない。だが、それだけの損害を出さなければ、決してここまでたどり着けなかった。助ける。巨人です。救援願います。助かりました。馬の護衛任務に戻ります。片付ける。巨人が近くに。リヴァイ兵長、戻ってきてください。救援要請か。無視はできねえな。面白い暮らしやがって。やる。うっ。俺の敵じゃない。来るな。くそ、さっさと巨人を片付けねえと。片付ける。兵長、馬の移動が終わりました。これでようやく。
ちやる。報告、北東からさらに巨人が襲来。新兵は馬を連れて壁側へ進め。巨人どもは俺が片付ける。俺の敵じゃない。クソども、まだ来やがるのか。数を減らさねえと馬を守りきれねえな。兵長、それ以上は無理です。今片付けてやるから待ってろ。俺の敵じゃない。行く。あいつらじゃ馬を守りきれねえな。早くここの巨人どもを片付けねえと。こりゃ急がねえとまずいな。巨人が救援を。自分は馬を移動させます。
急いでやる。まだどけ。するんじゃねえ。獣の巨人、次はどう出る。目指すはパーフェクトゲームだ。ノア。鉱石による被害は確認中。さらに小型の巨人複数と飛行士が接近中。もう助からないぞ。俺がどうにかする。お前らは生き残ることだけに専念しろ。救援要請か。無視はできねえ。邪魔するんじゃねえ。用があるのは貴様の後ろにいるやつだ。
行く。片付ける。ダメだ、勝てない。片付ける。行く。馬がやられれば撤退の手段がなくなる。残りの馬の数に注意しねえと。はい、すみません、死なずに済みました。これ以上馬は殺させません。させないと。
手こずらせやがって。馬は残ってるんだろうな。はい、まだ残っています。仲間がだいぶやられましたが、あっちはどうなってる。エレンは生きてるんだろうな。まさかこれは鎧の叫びか。やられた。Thank you.